トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。JST 航空券担当の藤原です。本日はここがすごいぞ、中部国際空港セントレアということで、 JST は名古屋栄にある旅行会社になるんですけども、私どもとしてはやっぱり中部国際空港セントレアを活用してお客様にご案内っていうことが多いので、この機会に皆さんにセントレアってすごいんだよということをお伝えしたいと思います。はい、ということで今日の、僕じゃあこれですね、4点魅力を紹介したいと思います。はい、まあ、世界的に評価されているセントレアの部分と、あとアクセスが本当に抜群なのでそこを紹介したいと思います。そして、セントレアだけにしかない、まあ、日本で言う、ではまず世界的に評価されている中部国際空港セントレアということで、セントレア、まあ、中部国際空港なんですけども、こちらは本当にあの世界的な評価がとても高いです。というのもこのスカイ、トラックス社という英国、まあ、イギリスの航空業界、の世界的格付け会社が案内している、まあ、ランキングでいうとこの3点ですね、3つあるんですけど、このザ・ワールド・ベスト・リージョナル・エアポート、ベスト・リージョナル・エアポート・イン・アジアと、ベスト・エアポートで、10から20ミリオン・パッセンジャーズということで、この3種目で、とても高評価を得ています。でこの、まあ、リージョナル・エアポートって書いてあるんですけど、この定義っていうのが、まあ、首都以外の都市に、まあ、位置をしていて、まあ、主として短距離から中距離の路線が、まあ、運行されていて、まあ、長距離の国際線の主要ハブではないっていう部分ではあるんですけども、ただここですごい評価があります。でこの評価っていうのは、まあ、国際的な評価になるので顧客サービスとか、世界、150カ国だったかな、100カ国の、まあ、お客さんが実際に利用して、その人たちがサービス面とかアクセス面とか、その他魅力的な施設があったりとかっていうので評価をされています。なので、まあ、公平的な目で見ているランキングになるんですけど、なんとこちらがドン、はい、6年連続第1位、10年連続1位とか5年連続第1位っていうので、本当に高い評価をセントレア得てます。なので、まあ、愛知県民の方もなかなか、セントレアそんなに規模大きくないしなと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、世界的な評価でいうとめちゃくちゃ高いっていうのをこの場を借りてお伝えしたいなというふうに思ってます。これって本当にすごいことなんですよね。はい、そして、第2位というか私がお伝えしたいこと、その2はアクセスが抜群ということです。特に、名古屋鉄道名鉄からの、中部国際空港駅っていう駅があるんですけども、そこからチェックインカウンターまで何分で行けると思いますか？実際ですね、私もあのセントレア行くときはこの名鉄線を利用してるんですけども、まあ、名古屋からだったら最速29分で1本で行くことができるんですけども、こちら降りてから本当に5分も行かないぐらいでチェックインカウンターに行けちゃいます。はい、まあ、実際にアクセスの部分をちょっと取ってきましたので、そちらを紹介したいと思います。どうぞ。ということで本当に近いんです。セントレアの
鉄道駅から、普通だったらそこから鉄道駅からまたターミナル移動したりとか、あとはそこからシャトルバスに乗ってまた移動っていう風になったりするんですけども、セントレアは本当にアクセスが抜群になってくるので、まあ、スロープというか坂を降りてから坂をずっとちょっと上がっていくだけで、左には国際線、右には国内線っていうのでチェックインカウンターがすぐありますので、なのですごい間違いにくい、まあ、迷いにくいのかなっていうのもすごい分かりやすい空港として私はすごいお勧めしたいなと思ってます。その他、車であったり、あともちろんシャトルバスも名古屋市内からあったりしますし、あとは高速船ですね、まあ、セントレアが常滑にちょっとありますので、そこから三重県の津のエアポートラインっていうのでも結んでますので、行き方としては本当にいろんな行き方があると思うんですけども、おすすめとしては本当に名鉄、名古屋鉄道、名古屋の私鉄になるんですが、こちらのアクセスがものすごく良いのでおすすめしたいと思います。そして空港で、ある施設が話題になるんですが、これが日本初になってくると思うんですけど、それは何でしょう。実はですね、セントレアの中にはお風呂があるんです。日本初の飛行機を眺めることができる展望風呂、その名も風の湯という温泉施設ですね、お風呂施設あります。なので、まあ、伊勢湾をね、まあ、こう海のところにありますんで、夕日を望んだりとか、あと飛行機の離発着もお風呂から見えたりするっていう展望風呂があるんですけども、これが日本で、まあ、初の展望風呂っていうのを完備している空港になってきます。これは本当に利用者の一員としてお伝えしますけど、夜というか出発前に、夜の便で出発前にお風呂入ってからリラックスした気持ちで夜便に乗ったりとかっていうのも深い眠りにつけますし、朝帰ってきてちょっとクタクタだな、どうしようかなってなった時にこのお風呂に入ってから帰るっていうのもすごい助かるというか、体が楽になるっていうので、ぜひ皆さんにお勧めしたいと思ってます。なのでこの温泉、まあ、お風呂室があるのもこのセントレアの大きな魅力じゃないかなと思います。そして最後に遊べるテーマパーク、フライトオブドリームスです。はい、これはですね、ボーイング787の初号機の実物がですね、ドンと展示されてるんですね。なので飛行機好きには本当にたまらないですし、あとはまあ小さなお子さんとか、まあ、家族連れでも楽しめます。これはですね、ぜひセントレアに行ったら、もちろんまあ待ち時間とかも飛行機乗る前にあると思いますので、それでも訪れてほしいですし、これを目的にでもぜひ楽しめると思いますので、行ってほしい場所なんですけども、まあ、シアトルの街並みをイメージした商業エリアがありますので、そこで食事を取ったりとかもできます。であとはまあボーイングっていうので、まあ、ボーイングのねオフィシャルストアっていうのがアメリカ外初出店になるんですけど、それがなんとセントレアにあります。なのでここ限定の商品とかもありますので、飛行機好きには絶対たまらないところだと思ってます。で今はなかなかちょっとリニューアル工事のために本当に近くまで行くことができないっていう風にはなっちゃってるんですけども、ただ今ならではなんですが、リモートワークスペースとしてセントレアが、ターミナル1とあとこの、フライトオブドリームスの一部エリアで無料でスペースを貸し出しをしてます。なのでフリー Wi-Fi とかの電源があったりとかしますので、そこで1日過ごしながらお仕事をしたりとかっていうスペースでお使いいただけるようになってますので、ぜひこちらもご利用ください。なんと無料です。使用料は無料なので、ぜひ行っていただけるといいかなと思います。ちなみにフライトオブドリームスどんな感じかっていうのをちょっと紹介したいと思いますので、こちらをどうぞ。
ということで、本当にあの目の前にドドンと飛行機がありますので、ぜひ行っていただきたいなと思います。まあ、今回は中部国際空港の魅力について4点でお話をしましたけども、なぜこんなことを言うかというと、皆さんにもっとセントレアに来てほしいからですね。今やっぱり飛行機の便数も減ってますし、なかなか国際線っていうのも運航がちょっと難しかったりするんですけども、セントレアっていうのは本当にあの中部国際空港行くだけでも魅力的な場所いっぱいあります。レストランも一部休業してますけども、ただやってるお店もありますし、休業してるというか、まあ、ちょっと少ないからこそ、ぜひあの空港内を探検していただきたいなと思いますし、離発着とかもじっくりこう見ることもできますし、フライトオブドリームスでリモートワークとかをぜひ飛行機を間近にやってほしいとも思っておりますので、このちょっと空港の魅力をお伝えをして、皆さんに少しでも空港に足を運んでいただけたら嬉しいかなというふうに思って今日は紹介しました。ジェスティでは他にも YouTube 以外にも Facebook、Twitter、そして Instagram 情報発信してますので、ぜひこちらの SNS もちょっと見つけていただけたら嬉しいです。ということで、今回の動画が参考になったよという方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。